今日の朝飯は卵かけご飯と大根と舞茸の味噌汁になります。今朝は好物の大根と舞茸の味噌汁ですね。大根がシャキシャキでうまいですね。汁の方も味加減がちょうどいいです。そして相変わらず卵かけご飯は簡単早いうまいですね。昼食はスンドゥブのおじやにしました。昼はレトルトのスンドゥブに豆腐、卵、ニラを入れてご飯にかけてみましたね。よく混ぜていただきます。美味しいですね。海鮮系の辛みは心地よくて、卵のまろみにニラの香りがたまりませんね。豆腐と白飯も入ってるのでかなり食い出もありますよ。スンドゥブってやっぱり韓国の海鮮系の旨味が効いて美味しく食べられますね。スプーンが止まんなかったです。夕食は白飯、さつま揚げ、イカの煮物、ハンバーグ、サラダになります。まずはサラダからいただきます。そしてこちらイカの煮物ですね。味がよく染みてうまいですね。そしてさつま揚げです。もちもちで美味しかったです。そしてこちらはイワシのハンバーグですね。イワシのハンバーグもタレがたっぷりで美味しかったです。今日はスーパーの茶色い惣菜ばかりになっちゃいましたけど、味は変化があって美味しいです。本日もお食事いただきました。ご視聴ありがとうございます。